清光、安光の大将党オサフネ派とは、中世日本に、備前国奥群長戦を拠点とした東高の流派で、五家伝の内備前伝に属する。名称を多数生み出したことから、オサフネ投稿が制作した刀剣は、オサフネのとして高く評価されている。なお、通称として単に、オサフネ、備前オサフネとも呼ばれる。文献によれば、 鎌倉時代の人物と推定されている小備前派の金。ただし、三つ忠親子を祖とする。ただし、前者には作品が現存せず、名称として知られている校舎も年季作が存在しない。したがって、三つ忠の子、長公が作った年季作に記された文永十一年が確認できる最古のものである。長公の子あるいは弟子と推定される、影光、影光親子。 近景、魔町はいずれも名称として知られ、南北朝時代には、金光系の友光、正光、元、光らの生景をはじめ、総集物の影響を受けた長吉系、両系等とは別系の元重系、山城大宮から移った大宮系などが活躍した。室町時代初期には、大江備前と呼ばれる名刀が作られ、森光、康光らが活躍した。 以後のおさふね者は一括して末備前と称され、のりみつ、ただみつ、かつみつ、むねみつはすけさだ、きよみつらが活躍した。ただし、同じ名が入っていても実際には一門や門人が、その名義を用いて、制作を行い、一種の集団性の工房が形成されていたとされている。さらに、戦国時代には、タバとあるいは、スーダと呼ばれる一種の大量生産体制が、 取られていた。総集物の影響を受けた逃げ出を持つ草原備前及び末備前の一部を除けば、匂い出来で移りと称する地に、波紋の影のようなものが出現する。波紋の変化においては、鎌倉中期は、長寺、末期は、自家人に、お互いの目、南北朝時代はのたれ、室町時代は、複雑な互いの目の乱れに集約される。 昭和初期に刀作りが途絶えたものの、第二次世界大戦後に、岡山県重要無形文化財保持者の今泉、都光が美術品として復興させた。大河原美恵、うちの物語367幸江神社の拝殿岩病兵与投稿も進行。山陽新聞有刊3面、2020年4月16日。ありがとうございます。